今日はまたさやさんの家に来ました、はい、めちゃめちゃ気持ちが重いです。今もう家帰って寝たいぐらいなんですけど、はい、やっぱね、ここに来たからにはやるしかないんで、さやさん、はい、お願いします。で、今日は胸トレドロップ祭りですか？気食います。胸のね、ドロップ祭り、これマジで足はきついんじゃないかっていう。さやさん、大胸筋切んないでくださいね。結構みんな切るんで。あ、そっか、はい、切らない程度で。切らない程度にちょっとアップしっかりして、はいはい、お願いします。ちょっとなんなら腹減ってきたんでね、この間にウーバーも頼んどいて途中ちょっと食いながらやった、ね、じゃあさやさん、胸トレお願いします。お願いします。シーン、よし、よっしゃ。はい、さやさんがね、トレーニング準備してる間に僕ちょっとウーバー頼みますで、来週ね、そのあれがあるんで、ちょっと今減量食寄りのものをね、1週間ぐらいちょっと食べようかな。ああ、さやさん何食ってんすか最近？俺最近米っす。米っすか？米最近何食ってんすか？米っす。いや、納品だな。さやさん、せめてタンパク質の名前、名称教えてくださいね。サーモンのユッケだな。足、なんかうまそうだな。よし、OK。まず1種目、インクラインですね。はい、フライです。さやさん、これなんかポイントあります？意識してることを。マスキュラーみたいなイメージで、はい、マスキュラーグッとやった状態で、マスキュラーを解いていくみたいな。なるほど、なるほど。はい。ストレッチをかけながら、ちょっと、アイソメトリックじゃないですけど、お意識するような。って感じなんですかね。なるほど。これで、前回が、マジで最悪なのが、はい、4セットしかやってないんだけど、はい、3と4でドロップやってます。3と4でドロップ。はい。45キロから30キロ、20キロ。なるほど。サイズちょっと可動域とか、その上げる位置とか、ちょっとだけ解説いいですか？サイヤ式で今日ちょっとやりたいんで。はい。ちょっと可動域とか。わかんねえんだよなこんだけ筋トレやってて、どこまで開くかわかんねえんだよ。でもこんぐらい。そのぐらいですね。はい。やっぱ位置はあんま開きすぎるっていうのもちょっとプレス寄り。ここまでこれかな。なるほど。ここちょっとプレス寄りっすね。そうっすね。やっぱちょっとプレス寄りだな。ここまでだ。うん。まあ上げて、はい、寄せると。はい。ストレッチかけて寄せると。確かにちょっとプレス寄りだ。え、ジー君そっか、結構広いって言ってんのか。僕、そうっすね。かなり可動域も取るタイプです。ただ、このぐらいなんで、この角度で多分あんま角度取りすぎちゃうと、肩とか痛めちゃうんですよ。僕結構ここ開いちゃうんです。確かに広い。ここら辺ですよね。多分こんな感じですよね。そんな感じです。ちょっと今日はサイヤ式でいきます。はい。本来のフライだと多分ここぐらいまで開くんですけど、サイヤ式ちょっと閉じて重量扱うようなイメージ、うん、多分そうかもしれないですわ、はい、それでいきます。でもこれ多分終わる頃には今15度か、でも多分17度ぐらいになるんじゃないですか。どうせ熱くなりますね。そう、30で、はい、2 3 4 5 OK。 まだ待って、まだアップす。よし、次から行こうか。トースならありますよ。何ありますか？ブドウトースト。トースト。これは、なんかこの前の。え？カーバーコモナカっていう。美味しそう。ただのモナカ。ちょっと、腹減ったんで。はい。すげえ。うお、よし。あ、甘いぞ。ああ。5 6 7 8
七、はい、八、九、は、十、はい、三、一、はい、二、はい、よし、はい、九、はい、よし、は。記録更新ならず。強い。だめだ。そんな強いな。だって結構45キロフライってまあまあバカっすよ。やるぜ。猛烈に腹減った。あ、まだあのカーブアップと、はい、あのこの雨もあるんで、これじゃセット終わったら俺つきます。5キロ。じゃもう。重いっすよ、せいやさん、これ重いっすよ。ホームジムでやる重量じゃねえっす。1、3、4、5、6、7、8、末、9、10。よし。うん。お願いします。じゃあ、モナカ。モナカ。モナカ持ってきます。さやさん、おにぎりあればおにぎりで。大福あれば大福で。50か。あ、衝動だけちょっと言いましょう。はい、お願いします。5本目安で1、はい、2、はい、3、はい、4、家であって家じゃないみたいな感じなんで。ジムっすね。ジムっす。よっしゃ、よっしゃ。お疲れ様でしたレベルですよ。ちょっともう一回今度45に戻して、はい、45、30、20、これやばいんですよ。これやばいんですよ。だってやばいでしかないですよ。これやべんすわ。これはね、マジでやべんすわ。45。3、
し、五、六、七、八、九、十、十一、これは、足取りの基準じゃないかと思って。
足取るのあの嫌な感じで言ってんすよ。やりたくないですもん。そもそも1回の種目のセットでダンベル3段階用意したいとか。これ確かにしょ。ダンベル渋滞してますもん。これ渋滞して。見て。これね。ダンベル渋滞しちゃってんのよ。これ渋滞しちゃってるわ。このツードロップはマジでやばいんですわ。これはね、一日何もできなくなるわ。いや、そうなんですよ。これやってからなんか活動しようと思わないからね。でも1種目目の3セットなんだから。これちなみに胸何種目あるんですか。え、前回ので言うと、はい、1、2、3、4、5、6、6種目やってます。3でいいっす。マジで3セットです、これ。3種目。4種目目までは、このやり方でやってます。はい、じゃあ、これもう1セットやって、はい、で次、インクラインプレスやって。インクラインプレスやって。はい、で、ラスト、ベンチで締めますか。ラスト、ベンチプレスで締めますか。フライやって、っていうと3種目で3種目、全部です、全3種目全3種目で、うん、全部このやり方でも全部、あ1セット目かな。いや、1セット目じゃ最後の2セットは全部このやり方で。なるほど。3種目3種目で、物足りなそうな不満そうな顔がいきなり不満そうな顔するあのね、この人ね、ちょっと納期になりすぎてんのよ。家あんだけ荒らされても何も文句言えないのに金髪の種目を減らされた時の不満そうな顔おかしいのよ。ふてくされてた。はい、ふてくされてた。しゃあ、はあ、マジでやってくれんだよな。45でいっぱいいっぱいなら、そっから30だね。よっしゃ、くせっ、くうぇ、はぁ、はぁ、1、2、3、4、はぁ、5、はぁ、6、はい、8、9、はい、8、9、行こう。シェイ。
45キロの時ういっ、なめんじゃねえ。しゃういっ、うぅーし、うぅーし、3、4、うぅー、5、6、うぅー、強い、8、ういっ、うぅー、いった、ういっ、めっちゃ、うん、うん、オッケー。さあ、ここから、さあ、ここから全集中、はい、大胸筋の呼吸、はい、4の肩、はい、ドロップセット、はい、うん、はい、チー、はい、いった、はい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 、よいしょ、めっちゃ、はい、うまい、はい、やめてもらおう、はい、で、一の10発時間ない通り、せーの、ほんじゃ、い、い、一、い、い、二時間、うん、はい、二、はい、三、はい、うん、四、はい、うん、五、はい、うん、六、はい、うん、七、うん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 、はい、オッケー、しゃあ、一生がおり、お疲れでした。ちょっと待って、ジン君の声、あ、ちょっと待って、顔合わされてるよ、顔合わされてるよ。今僕の頭の中、蛍の光になられてます。終わりです。緑川君と、はい、トレーニングしてると、はい、スパンとして終わってるようじゃ、あの筋肉に舐められてると、筋肉が喜んでるうちに舐めたら、はい、あの筋肉に負けてると、はい、パンプしてそれを潰して、はい、終わんないと、なんか港区女子みたいに甘やかされて育つ筋肉になっちゃうから、はい、全然発達しないと、はい、パンプしてる間に、はい、やめたらもう港区女子だからっつって、そう、ダメでしょって、港区女子じゃダメでしょって、はい、ダメです。だからもうパンプ冷めるまでやんなきゃって。そうそう、会話が脳筋なんですよ。俺はそれで、なるほどって、もうパンプしてる間はもう港区女子だ、パンプして喜んだら俺は港区女子みたいになっちゃうんだって、あの横川君が言ってたから、じゃあ俺もパンプが冷めてからの勝負なんだなと。今俺の胸はパンプしてるけど、この状態でやめたら俺は甘やかされてると。横川君のその理論で、はい、心動くやつ、さやさんぐらいです。俺はね、それで、なるほどねっつって、だからもうパンプなんか冷めてからと、筋トレ感じてた。普通、多分そこで、なるほどねってなんないですよ。筋肉とそもそも港区女子を叩いてる時点で、全く別物なんですよ。そうか。はい。そこに気づかなかった、俺。だって、港区女子は確かにそのものを与えられてますけど、はい、あの子たちはそれに対する対価ってものを、なるほどね。自分らの時間とか、それに対する若さってものに対する対価です。そうか、そうか。はい。でも俺らはほら、パンプして、こいつら喜んでるだけだから、その重りっていう負荷を与えて、こいつら喜んでるけど、さやさん、筋肉喜んでるってなんか別物みたいに言ってますけど、僕らの体の一部なんです。そうで、そうか、はい。ただ自分を追い込んでるだけなんですよ。そうなの、はい、そうか。やばいね。任されてるわ。もうさやさんと横川君はもう筋肉を別のやつ見たくなっちゃってるんですよ。敵みたいな。お前甘えてんじゃねえよ。甘えてんじゃねえよ。だからさ、脳が筋肉にやられちゃダメなんだよ。はい。え？筋肉が脳に。まあ、とにかく。逆になっちゃってるんですよ、もう。筋肉の言い合いになっちゃダメだと。ダメです。そう。で、こいつを支配しなきゃいけないから。はい。俺が。はい。で、今まだこいつが反復して喜んでるから、まあダメだと。なるほど。そう。やっぱそこを、うん、人生の厳しさをね、そう、港区女子も甘やかすだけじゃなくて、そう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 、たまにちょっと厳しいことを厳しくしないといけないと、ということで、2種目目に行くと、はい、まだ甘やかされてる、やばいやばい、サイヤ道場に来ると脳みそまで筋肉に侵され始める。明らかになんかよくわかんねえ理論なのに、なんか正しいんじゃねえかって思わせる。Somebody I can call my
But I'm